消費税、所得税、すべて 2% に統一させていただきます。すべて 2% です。自動車税も 2%。 減税コンタクト、すべてが 2% です。増税メガネはね、岸田さん言われてますけど、この人は減税コンタクトでした。増税メガネ、裸眼でもいいんだけど、2% です。裸眼か、減税裸眼、とにかく 2% です。すべてを 2% にする人。煙です。全然終わってなかった。うるさいよ、腕組んで、うるせえ。てめえ、YouTube です。あ、YouTube か。YouTube です。これで落ち着くんだ。そうか。エンゾを探そう。何ですか。さやかさんが M1 グランプリ2023の、はい、ファーストラウンドで、はい、披露したネタ、はい、ホームステイというか、はい、あります、あります。そのネタの中に出てくる、うん、エンゾという、はい、さやかの石井さんのご家庭にホームステイするはずだった、はい、中年男性の方がいらっしゃいますね、はい、いますね。で、エンゾ君がさ、まあ、石井さんが飛んでしまったことによって、はい、まあ、真偽はわからないけれども、最後飛んだかはな、まあ、結局はもう多分キャンセルになってるはずなんですよ。ホームステイ自体ね、なっただろうな。でちょっと多分でも地球の裏側で楽しそうに荷造りしてる姿が、うん、もしかしたらGoogle のストリートビューに映ってるんじゃないかな。何言ってんだよ、はい、何言ってんだよ。どこにいるかな、どこからいるか、地球の実際いるか分かんないよ、エンゾー。日本ではね、日本では新山さんがエンゾ気づけってやってるけど、うん、これを探したらいいと思うのよ、この中にどっかにいるから。いないだろ、ブラジルに。のか実際。ほらええやん、じゃあ石井さんがいいな。探したらええやん、お前。石井さんくらい切れちゃった。ええやん、じゃあ怖すぎるからやめたら、お前。あれエンゾの情報をちょっとまとめた、媒体がありますけども、媒体エンゾは53歳らしいね。で、日本語を勉強したくて、うん、年取ってから日本に行こうと思って、はいはいはい、で、ホストファミリーを探していますと、うん、素敵なご縁があるぞでエンゾだと、うん、新山さんが言ってるんですか、はい、で、熱くて勇敢な男新山さんがそう言ってるんですか。はいはい、あと電話はしてますね、あの電話で、あ、キャンセル電話した方がしたら困るやろみたいな言ってたから、電話は持ってるかな、電話は持ってるという感じで、どすくな、で探していきたいなと思います。どすくな、マジで、はい、まあ、そこからどんどん考えていきましょう、うん、まあまあまあ確かにな、うん、まず十中八九サッカー選手もないよね、ブラジルだから。そんなことないよね、うん、それそうですよね、そうですよ。サッカーもだからサッカーやって、うん、で、あの国際的な活躍はできてないんだけど、うん、そのブラジル国内のサッカーリーグである程度愛され終わってるのよ、もう愛されてるのよ、うん、完全に分かったわ、分かった、うん、キャプテン翼が好きなんだ。マジでそれじゃね、そうか、そうか、マジでそれ。え、でも本当にそう、そうだね、世代ですもんね。翼が好きなんだ今の、その53、キャプテン翼が好きな53歳ね、キャプテン、サッカー選手だったんだ。そうだもん、キングカズの役場みたいな。あ、そうか、カズにね、今ポルトガル行ったりしてるやん、してるから。そうか、そうか、あ、Jリーグに求めてる可能性もあるのか、うん、あー、そういうことか。ちょうどさ、今ニュースでさ、キャプツバ連載終了するじゃん、うん、あー、そうなんだ。あの作者の方の体力のところ43年の歴史に幕なる、うん、43年前よ、だから、うん、エンゾ53年、うん、43年前10歳、ちょうどサッカー大好き届いたでしょ、大好きなエンゾ君に届いた、届いたのよ、うん、高校、中学ぐらいの時に同じネタが届いて、なるほどね。ちょっと探そう、だから、うん、サッカーだから強いとことかにいいんじゃないですか、今スタジアム周辺とか。確かにブラジルで一番大きいやつはマラカナ、リオデジャネイロのクラブ CR フラメンゴのホームステイ。その辺確かに、うん、はい、マラカナン、うん、マラカナンね、マラカナンで調べよう、はいはいはい、マラカナンね、マラカナン、あったあったあった、あーだだだだだだ、あーすごい、マラカナンスタジアムだ。いや完全に芝生の上立っちゃってる、完全に芝生の上立っちゃってる、いねえよここには。うわー、でっか、マジででかいね。まあまあでかいな、確かにな。さあどこだ、ベンチに、いい、そのまずピッチにはいません、スタジアム内歩いてもしょうがないから、ピッチにはいませんすごいね、こんな撮ってんだと。あれ、ほんと、あれ、あれ、あ、スタジアムにいるよ、ほら、ほんとだ、作業着着て、警備員かなんか、清掃員さんか、そんなわけない、これがエンゾなわけない、エンゾがもう最後、全然。働いちゃってんじゃん、スタジアム普通に、選手じゃないじゃん。でもエンゾのこと何か知ってるかもね、こいつは。でもこいつがいるってことはエンゾも近いよ、これ。なんでだよエンゾのこと何か知ってるかどうか分かったらありえるけどな。エンゾも近いぞー、マラカナの近くの道行け、道へ行きます、よし、
あ、もういいよ。この辺にいる人はマラカナ前でかなりエンゾの可能性。あ、いいね。待って、待って、どういうことですか。ジョーラの男います。エンゾ、ジョーラのイメージ。エンゾの可能性あるよ。まあ、あるっちゃあるけどさ、熱くて勇敢だから。エンゾ、あ、そうかそうか。ほら、エンゾもうすごいよ。パトカーの横で全裸でヨガしてます。デュークサライエ。デュークです。サライエじゃない、デューク。完全にエンゾか。デューク、エンゾじゃねえよこれ。エンゾじゃないの。ほら、あ、並走した。え、こっちがエンゾの可能性あるぞ。でも運動してる人だね。運動し、あれ違うな、あれこれ丸坊主や。え、これ、あ、これチョコプラの松尾さんだ。違うよ、これチョコプラの松尾さん。確かに、なんか俺もかなり似てるな。完全にチョコプラの松尾さんに似てるけど違うよ、ね、俺もう、でもめっちゃ、もう養ってはいるわけ、はあ、でもその、要は53で、はあ、コーヒーの要素を忘れたじゃん。コーヒー農家。コーヒー農家で、もうでもやっぱブラジルのコーヒー作り大変です。はいはいはい。で、息子に譲って、おう、俺はもう行ってくるよ、うん、ジャパンという。まあ、どう。サッカーはもうなし。どっち。コーヒーサッカー選手。コーヒーサッカー選手ですか。だから赤いね、こうちっちゃいやつ、焙煎前の、焙煎前の実をこう蹴るじゃん。でこうどんどん蹴りながら温度を上げてって、茶色く焙煎する。何を言ってんの。稲妻色みたいな技。シュートの摩擦で、とんでもない技ねえよ。かける時の摩擦で焙煎するっていう、焙煎サッカーっていう可能性。でもブラジルでコーヒー農場やってる人って絶対お金持ちだからね。だ、日本に行く金もあるじゃん。あるだろうな。コーヒー農場見てみてもいいかもな。日本有名なコーヒー農場とかあったかな。コーヒー農場有名。マンチケイラ山脈の中にあります。マンチケイラ農園ありました。マジ。じゃ、いるんじゃん、働いてる人が。いるぞこれ。さあ、どっかに。これエンゾあるぞ。エンゾ、どこだエンゾ。エンゾ無理だエンゾ。どこだエンゾ。無理だってこれ。動物に会う方が早いんだ。どこだエンゾ。すげえな、ストリートビューってこんなとこまである。素敵なご縁があるぞ。完全な農園だ。エンゾどこだ。エンゾどこ。どこ。いや絶対待って、このこっちも見てる、民家の方とか。うわ、あ、待って、見た。エンゾ、エンゾ、これはエン、あ、エンゾママだこれ。エンゾママでした。すごくブラジルの女性。かっこいい立ち方。へー、うわ、エンゾママでした。シンゾママみたいに言う。エンゾマヤでした。エンゾママがいるということは、近くにエンゾがいるということだ。エンゾママ、あ、待って、お、来たか、来たか、これ、お、来た、どうだ、どうだ、どうだ、お、エンゾママだ。もうこっちは、あれ、そんな太ってないし。確かに腕筋あるけど、丸坊主でジーパンとか履けててサッカーやってる感じはあって。あるよ。53ぐらい、53ぐらいっぽく見える。でもこれエンゾに似た違う人じゃない。これはこれ違うよ、エンゾに似た。あれこれはエンゾに似た違う人、似た人だよ。俺たちはエンゾを探してんだからさ。あ、お前エンゾ知ってんだ。あれはさ、エンゾっぽい人だ。あ、そうかそうか。じゃなくて俺が探してるのはエンゾだからさ。エンゾっぽい人じゃダメなんだ、うん、エンゾだから。じゃあ無理だよ、エンゾなんかいないって。ふざけんなよ。ここにいんだろうな、エンゾ。無理だって。もう釣られたな、ポッター。ちょっと待って、何、すでに日本にいるって可能性なんだ。てか NGK の近くとかいねえって。見に行ってる可能性あるよ。ありません、ね、だってその、だって気になりません、普通に。あの、この人の家に行くんだって普通思いません。職場見に来る。見に行くかな。絶対ある、これ。待って待って、マジで、マジで待って、待って待って、マジで待って、止めてないよ、待って、マジで待って、うん、中にほらもう、うん、ここね、いるよ多分。ブラジルっぽい人いたらもう即エンゾル。確かにな。さあ、どうだ、日本においてブラジルっぽい人いたら結構エンゾの可能性高いけど。どれだ、どれだ、エンゾどこだ、どこだ、どこだ、エンゾ。ここまで中にはそんな外国の人いないよ。どこだよ、なんでだよ。ちょっと出たところだよ。どこだよ、それは。ここだろ、どこか。そう、来た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 、どこだ、どこだ、見るぞ。万力とさ、万力と NGK の間ぐらいにさ、ドドド、道具やすじ、あれが道具やすじの、ドドド、道具やすじ、なんだあの曲。エニエニのパラダイス、ドドド、道具やすじ、なんで道具やすじの歌は。エンゾ、エンゾじゃねえよ。 NGK の周り掃除してる人だろ。エンゾじゃないって、その人も NGK の周りを掃除してんぞ、でエンゾやろ。テンゾじゃねえ。
テンゾルだね。NGK の A を。NGK の A。NGK の A を。いないか。NGK もいないね。ポーン。ブラジルの人が集まる街ってあるよな、静岡に。今なんだ。今なんて言った。ブラジルの人が集まる街あるよな、静岡に。ヒントじゃなかった。かなりヒントっぽかった。今はそっちにいる可能性ある。確かに。なんてとこ。なんだっけ、静岡じゃないかも。群馬県大泉町。日本のブラジル。ここは日本なのかと錯覚するレベル。大泉町の10人に1人はブラジル人。絶対いるじゃん、そこ。大泉町ね、ここでしょ。群馬県ね、そうそう。来た、来たよ。見ていこう。もう広大な違う。もうブラジル感ある、確かに。サッカーとかしやすそう。もう一撃でサッカーできそうだったよ、今ここ。な、人がいないな。どこだ、どこにいんだ、エンゾ。日本人、ブラジル人の問題じゃないぐらい人がいないな。はっはっはっ、え、あ、赤い車、ちょっとちっちゃいけど、サッカーのジャージ履いてない、これ。サッカーのジャージ履いて、ほら、スパイクぐらいしか入らないリュック持ってる。いたいた、エンゾだ。エンゾ、絶対エンゾだよ、これ。エンゾだ、エンゾだよ、これ。あ、本当に、ほら、あ、そう、絶対エンゾだよ、これ。日本人じゃない。いや、これエンゾだよ。日本人だけどな、これ多分。え、日本人じゃないよ、これ。日本人ないと。エンゾだよ、絶対。エンゾか、これ。ポンプポンス。いや、いましたね、エンゾは。エンゾいた。あれがエンゾだ。群馬県大泉にいた、エンゾ。一応、暫定エンゾです。暫定エンゾってなんだよ。暫定チャンピオン。でも、これよりよりエンゾだぞっていう情報ありましたら、ぜひですね、トヨタのフォームに。トヨタのフォームってなんだよ。意味わかんない。あんま送んなくていいですよ。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。